いちこです。今日は2020年12月7日月曜日です。高松の天気は午前中は晴れで、3時過ぎ頃から曇り出しました。いつものように自転車で朝早くから走りました。今日は田舎の路地裏の動画を出したかったのですが、急遽変更して子供向けプログラミング言語スクラッチを簡単にですがご紹介したいと思います。実は私もつい最近知ったのです。子供さんやお孫さんがおられる方は私は非常に良いと思いますので、よろしければご紹介されたらと思います。私はプログラムを書いた経験があります。昔はやった事務用のプログラム言語のコボルとビジュアルベーシックです。現在バージョンが最新になっていてずっと使っていないのですが、このスクラッチはビジュアルベーシックとコンセプトが似ていますね。つい最近のことで、これに関しては素人ですが、私は自分のパソコンに入れました。まず無料が良いですね。インストールも簡単で雑ではありますが紹介します。でも自己責任でお願いしますね。まずは最近の記事を引用してスクラッチを読み上げますね。読み上げは一部分です。すべての記事は概要欄に URL を貼り付けておきますから、ご参考にしてください。ではどうぞ。子ども向けプログラミング言語スクラッチとは、専門家と高校生エンジニアに聞く。子ども向けプログラミング言語スクラッチ、学校や民間の教室で広く導入され、これを通じて基礎を学んだプログラマーエンジニアも少なくないのだとか。その魅力や使い方、家庭での取り組みなどについて、スクラッチプログラミングの第一人者である阿部和弘さんと、実際にスクラッチでプログラミングの基礎を学んだ高校生三橋さんに伺います。ブロック一つでプログラムが書ける。スクラッチはマサチューセッツ工科大学、略称 MIT メディアラボで開発された教育用プログラミング言語である。2006年に最初のバージョンが開発され、2013年には非営利団体としてスクラッチ財団が立ち上げられ、世界各国に広がった。2020年12月時点では世界196カ国で利用されている。完全無料で利用でき、準備するのはウェブブラウザだけ。その手軽さからプログラミング教育におけるデファクトスタンダード、事実上の標準ツールとして広く用いられている。とはいえ無料で手軽なツールは他にもあるはず。なぜスクラッチだけがここまで広く用いられているのだろうか。日本語版スクラッチの翻訳者であり、Eテレ、ホワイ、プログラミング、プログラミング監修者でもある青山学院大学大学院特任教授の阿部和弘さんはこう語る。スクラッチの強みは比較的簡単にプログラムが動く経験を得られることでしょう。ブロックを一つポンと置くだけで猫が右に10歩動くプログラムを書くことができる。気軽に成功体験を得られるため、ハマる子はどんどんハマっていくのです。小6でスクラッチ初体験、今や高校生エンジニア。はい、これで読み上げは終わります。この後詳しく記事が書いてありますので、興味がある方は読んでくださいね。これから簡単にスクラッチのインストールから実行までを簡単にしますね。Thank you.
はい、いかがだったでしょうか。子供さん向けですが、すでに学校で使われているかとは思いますが、私は知りません。子供向けプログラミング言語スクラッチは非常に良い教材と思います。プログラムを書いた経験上、プログラム書くのもこの通りなのです。これはブロックですが、ブロックの中にはわずかなプログラム言語の決まり文句である記述式があるのみです。このブロックの中を例えると、一番よく使う合通分や if 分等数式があります。このわずかな記述を覚えれば基本やり方は同じです。ただし深く入り込むといろいろなことを勉強しなければなりませんが、考え方は同じですね。早いうちに理屈を覚えると素晴らしいプログラミングが書けると思いますよ。それと必要なのは算数ですね。算数も覚えましょう。あと一つ、英語も必要ですね。理由はわかりますよね。グローバルな時代が来ますからね。家庭のブロック遊びをするよりこちらのブロック遊びが手頃ですね。機会があれば再度このスクラッチに関して動画アップしたいと思います。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りいたします。